さあ、パドルファーム1週間が終わりました。5分の1ほど終わったかな。ただね、まだまだジャングルだ。死んだ。仲間はいい時じゃなくて困った時に集まろうぜ。よし。一緒に頑張りましょう。蝶々がえらいことになってます。はい、競りを落としました。お疲れ様でした。気候に一言。早く良くなりなさい。気候に一言お願いします。パロパロ。それあいつ意味通じんすか。うん、通じます。世界共通語です。早く良くなってね。ありがとうございます。仕事残しとくから。ですよね。マジで進んだよ。この後の工程は一回ここをね、殺菌して、また話に出てたこの青子ね、海蓮が残ってる産地、ここがすごい。あとはマルチ針デビューしてみました。ちょっとやり方合ってるか分かんないですけど、太った人のお腹触ってるみたいです。おはようございます。おはようございます。恒例のメンバーでの3日目、荒井親父です。今日は目標500枚。おお、そこまで進んだということはゴールは近いですね。そうっす、はい、奥の方は僕見ないことにしてるんで。そうっすね。奥は気候に任せましょう。はい、そうしましょう。頑張ります。横浜にもでも頑張ってもらわないとですよね。今日は優勝です。勝つか引き分けるか、1点差で負けるかっす。それを言っちゃダメでしょ。それ言っちゃ気持ちよく勝ってもらいましょう。頑張ります。はい、その前にじゃあ僕ら頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、コーチは完成したら痩せてもらえれば。坊さん頑張ってください。連れてってください。どこへ。ガルズバ。お手伝いいただいた方々、ありがとうございます。ね、まあ、まだ半分だけなんですけれども、リセット完了しました。しんどかった。ここから再出発でございますよ。で、誰がやるんでっていう話なんですけれども、僕がやります。まあ、皆様ご存知の通り、僕今まで経営のことのお話だけで農作業未経験です。さあ、そこで何を育てていくのか、ぜひ続きにご期待ください。あ、失礼しました。以上、うすぎじゅんでした。ではまた。早く帰ってこいよ。